こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、会社経営の点から税金についてちょっと考えてみようかなと思いまして、このライブ放送を始めさせていただきました。まあ税金について考えるといっても、正確にはですね、じゃあまあ税務署といいますかね、税金の徴収する部門というふうにしときましょうか。そういうところありますよね。税金を払いなさいよって皆さんのところにも通知が来ると思いますけども、実はですね、今私のところにも電話が来たんですよね。税金のことについて、私がね、うちの会社が書類を出されたみたいですけども、その書類に書かれてる内容なんですけども、確認いいですかってことで電話が来たんですよ。まあそういうような電話が来ましたんで、あ、わかりました。すぐ確認しますので、該当の書類をすいませんけど、ファックスしてもらえませんかっていうふうに申し上げたんですよね。そうするとですね、あ、すいません、ファックスは送れないんですって言うんですね。あれ？ファックスの機械がないのかなって、どんなレトロな職場なんだと思いながら、あ、じゃあメールでもいいですよって言ったら、いや、メールも送れないんですって、メールアドレス持ってないんですかってびっくりしてですね、叫んじゃいました。それですね、すいません。で、窓口の担当者さんに、何々さんはスマホ持ってますって、そのスマホの写メでいいから送ってくださいっていうふうにお願いしたら、スマホ持ってるんですけども、すいません、送れないんですってことなんですよ。どうやってデータのやり取りするんだと思いましたよね。それで私聞いたんですよ。あ、じゃあ連絡手段ってこうやって電話しかないんですかって言ったら、そうなんですって言うんですよ。いやいや、待ってくださいと。今事業所に電話がついてないってことだってありますよ。携帯電話だけとか、いやいや電話そのものがないみたいなね、そういうふうな事業所もあるわけですよ。どうしますかっていうふうに聞いたら、それは訪問するか郵便物を出すようになりますっていうふうに答えてくださいました。いやー、困ったもんですね。そっから私はね、いろいろとね、その担当者の方とお話したんですけども、ちょっと待ってくださいと。いちいち忙しい中、職員さんが一つの書類の確認のために、ファックスで送ればいいものを、メールで送ればいいものを、テコテコ歩いてきて、あ、留守だった、また来ようかなっていうふうに何回も何回も来て、もしくはですね、そうしなかったら郵送をして、郵送するのに1日か2日かけて、それで返送するのにまた3、4日かかるじゃないですか。そのやり取りをするわけなんですかって言ったら、そうなんですっていうわけなんですよ。そっか。でもね、私たちは税金を払うために経費を削減して削減して、コピー紙の裏に物を書いたりとかして、ものすごくね、1円でもお金を節約して、その分税金にドカン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 取られてるんですよと。で、税金を払った先がそんなにね、湯水のように私たちの税金を無駄遣いして、何々さんは何とも思わないんですかって窓口の方に聞いたんですよ。そうすると窓口の方はですね、まあそこの職員さんではあるんですけども、一時雇いなのかアルバイトなのか分かりませんけどもね、よく事情が分かってなくて、実はね、私もね、そう思うんですよって。自分ではメールとか送るし、自分でも写メとかするのに、なんでここの役所はそういうことしてくれないんだろうって思わないでもないんですってポロッと言われてましたね。うん、それはね、職員さんが一番じくじたるものがあると思います。普段やっているメール、普段やってるファックス、普段やってるいろんな連絡手段、 LINE とかね、そういうのを業務で使えないわけですよ。で、業務で使えずに、今日も早く仕事が終わるかなと思ったら、ちょっと何々さんのところに書面持ってってとか言って、納税者のところにね、一人一人持ってくわけですよ。で、留守だったらまた行くみたいなね。これは大変だな。残業が止まらないわけですし、税金ってのは上がっていく一方ですよ。だってこんな無駄遣いしてるわけですから。で、その辺についてどう思いますかって、個人的にでもいいんで聞かせてくださいっていうふうに申し上げたら、いや、個人情報のね、件で多分メールとかファックスだと個人情報が漏れるんでってやっぱり言うわけなんですよ。いや、わかりますけども、個人情報なんてね、そんなことしなくてもオタクは漏らしてるじゃないですかと私はまあ言うわけなんですよ。全然個人情報漏れてますよと、税務署の方からとかね。で、世界最大のもう企業、 Google とかね、 Apple とか、それから YouTube とか、全然メールでやり取りしてますよ。で、そういったね、税金を回収するところがセキュリティのレベルが上がらないっていう理由で、セキュリティのレベルを上げることに尽力せずに、いまだに訪問したりとか電話をしたりみたいなアナログは大変だなと思ったんですけど、もう一個私質問したんですよ。私のところに電話してくださいましたけども、私がその納税者の当事者ってことがわからないまま話進めてますけども、これも情報の漏洩じゃないですかってお話しました。そうなんですよ。私電話を受けた時に本人確認受けてないんですよ。だから私もね、会社で登録してますから、その代表者が出るか、社員が出るか、バイトが出るか、たまたまそこにいた掃除をしている人が出るか全くわからないのに、本人確認を税務じゃない、その税金を徴収するね、係の人がせずに、もう濃い話を結構するんですよ。で、最後に言ったのが情報の漏洩がどうとかって言いますけど、むちゃくちゃ漏洩してるじゃないですかっていうね、そこまでお話電話切ったんですけども、結構ね、私もね、今回びっくりしたのは、その、まあ、税金に関わる部署がメールとか、なんていうのか、
ファックスとか使ってないっていうことで、ものすごくね、私たちから集めた税金をすごく無駄にしてるなって感じましたね。だから税金って上がる一方だっていうところもあるし、そこで働いていらっしゃる方が一番の板挟みだと思います、うん、だって簡単に業務を済ませる方法があるのに、それをやるなというふうなね、資格紙面な状態に陥ってるわけですからね。よし、選挙に行こう、もう行ったらというふうなオチでございました。皆さんはね、どういうふうにお感じになったでしょうか。それでは失礼します。